リベルタ・ラ・マルケは有名なアルゼンチンの単語の歌手であり、女優でもある。リベルタ・ラ・マルケは1908年に当時パラナ川の新興工業都市として発展著しかったローサリオで生まれた。7歳の頃から子役として仕事をしていた。17歳で歌手としてレコード録音を果たし、その後映画出演と同時に単語歌唱で有名になった。 リベルタ・ラ・マルケの単語の録音では、フランシスコ・カナロ楽団でのガウチョの嘆きやマドレ・セルバが有名である。映画撮影の際、遅刻してきた新人女優のエヴァ・ドゥ・アルテを強く叱ったが、この新人女優は後にフアン・ペロンと結婚し、エヴァ・ペロンと改名して、大統領夫人となり、リベルタ・ラ・マルケをアルゼンチンの芸能界から追放する、要影響力を行使したとされ、そのため、 リベルタラマルケ自身メキシコに移ることを余儀なくされたと言われてきた。ただし、この話は事実でないと主張する専門家もいる。その後、メキシコでも女優として活躍し、名声を得て単語歌手としてスペイン語圏での活躍を続けた。エヴァ・ペロン没後1960年代にアルゼンチンのステージに復帰したものの、アメリカのフロリダで長く住み、2000年に メキシコ市で没した。娘も2014年に高い。ありがとうございます。